超人、もしくは単型マヌは、イースター島の伝説に登場する、鳥と人の属性を合わせ持つ存在、もしくは、名誉称号のことである。イースター島以外の神話伝説にも、ハーピーやガルーダなど鳥と人間の特徴を持つ例は、数多いが、超人とは呼ばれず、固有の名で呼ばれる。本校では、イースター島の伝承について述べる。イースター島には、モアイのほか 謎めいた岩面彫刻もあり、その代表的なものが超人である。また、この島ではかつて超人を選ぶ祭りが行われた。現在は行われていない。イースター島のオロンゴの岩壁には、様々な石彫像が描かれ、神話伝説を表すものともされる。そこに見られる、得意な像が超人とされるものである。これは、頭は丸くて小さく、そこに、 くちばしがついているが、体には、裸の人間と同じで手足がある、というものである。くちばしは、かなり長くて、先端は下向きに曲がっている。ただし、体がより鳥の形に近く描かれたものもある。彫像として作られたものでは、くちばしの先端は下向きに尖って作られるが、石彫像では、あまり尖っていないように描かれている。これらの絵は、 カキの負け負けとそれを先導する鳥を描いたとも言われる。オロンゴに掘られた負け負けの贈答書イースター島では、モアイ崇拝が行われていたが、1500年頃、イースター島において、人口過剰、資源枯渇、食料不足が発生したことによりモアイ倒しが始まり、内戦が散発的ながら発生することになった。このため、モアイ崇拝は、廃れることになり、 古い神であるマケマケの信仰と単型マヌの儀礼が行われるようになった。かつて行われた超人の祭儀は、この島に複数あった部族から、その年の支配者を選ぶものであった。これは、神話上のこの島の人間の祖であるマケマケが取りに、導かれてこの島に来たことに基づいていたとされる。1866年まで行われたが、白人が支配権を持ったことで、 実質的な意味を失い、行われなくなった。伝承によると、負け負けは、軍艦鳥に導かれてこの島にたどり着き、その際に、後のこの島の人々がこの鳥を殺さないように定め、鳥の繁殖の場として、オロンゴの絶壁の下の小島を指定した。オロンゴに掘られた背中を丸めて、卵を掲げる超人の像これらの島において、軍艦鳥は、 南半球の春である9月から10月までに卵を産むが、この卵をいち早くオロンゴ岬へ持ち帰ったものが、その年の超人となった。祭事は、軍艦取りの最初の卵を確保するところから始まった。7月には、島内の各種族の首長や代表、その従者たちが旧火山のふもとの集会場に集まり、儀式を行ったという。その後、断崖の下まで降り、 太いで作られた浮きに少量の食物を持ち、対岸の小島に泳ぎ渡る。島に渡った者たちは、そこで鳥が卵を産むのを待ち、最初の卵を発見した者が新たな超人となる。彼が再び海を渡って戻ると、卵が奉納され、彼は身支度を整えて改めて卵を受け取り、それから一年を特別にしつらえられた小屋で過ごしたと、いう。その間、 すべての食事は、島の全住民が提供したと伝えられる。この超人として選ばれた人の所属する、村の又とあの長が、単型マヌの称号を得ることになり、一年限定の王として、イースター島に君臨することになっていた。なお、オロンゴ岬には、超人儀礼用の岩屋が、数多く存在しており、周辺には、マケマケや、超人の像が150個以上、 浮き彫りされている。ノルウェーの学者トール・ヘールダールはこの超人を、ボリビアのティアワナ湖にある太陽の門に彫られた超人と、関連づけてイースター島とインカ帝国の関連性を見出そうとしたが、これは、様式的に違い、現段階では否定されている。それに対して、ハワイのオアフ島において見られる浮き彫りはその形式、表現は、イースター島と同様なものであり、 その他、ソロモン諸島を中心にしたメラネシア全域では鳥が崇拝されていた。その他にも様々な根拠が存在するが、この超人の存在はイースター島の人々がヘイエルダールの唱える東からではなく西から島に至ったとする説の補強材となっている。イースター島の文化はオカルト的に解釈されたことが多い。これは主として モアイ像があまりに巨大であり、運んで立てるのが不可能に思われたのが大きいであろう。伝承では、像は立ち上がって叱るべき位置まで歩いたと言われ、現在ではこれは、道具と人力で立ち上げ、その姿勢のままで運んだと考えるのが普通である。しかし、これに超自然的な力を想定することが行われた。これに、それらに付随する。 様々な伝承を合わせて、オカルト的な解釈が行われた例が多い。例えば、モアイを立てたのはミ、耳ミウ族であり、これにタンジ族が反乱した、という記述があり、これをタンジ族が人類で、チョウジ族は、宇宙からやってきたというような解釈である。そういう中で、超人も、また宇宙人であるという解釈が取られたこともある。これに派生して、 石森章太郎の漫画作品で超人が悪の宇宙人として登場した例もある。ありがとうございます。